ですね、池袋西口にあります、はい、はい、原野舞さんに来ております。おお、原野舞さん、しのけんさんが考案したチャレンジメニューが今現在原野舞さんで売ってる。なんとですね、はいはい、ケンスケが、はい、やりたいと。何やりたい？3キロやらさせていただきたいな。結構クリスピーな食感なんだよね。カリカリっていう、そこがまたいいですね。ちょっとずつ来てますね。ちょっとずつ。今のですから、仕事を池袋にいます。はい、始まりました、サムライティングです。いや、サムライティングじゃないです。こっちも、はい、使えない、全部ピピピのピだよ。サムライティング、何ですか今日は。今日はですね、池袋西口にあります、はい、はい、原野舞さんに来ております。おお、原野舞さん、めちゃめちゃ美味しい海鮮のあれですね、居酒屋さんですね。居酒屋さんです。はい、でなんとですね、うん、居酒屋さんなんですけど、はい、花の舞さんで、はい、今チャレンジメニューが行われております。え、もうだってチェーン店でしょ。チェーンですよ、もうド有名なチェーンですよ。で、チャレンジメニューって何ですか。チャレンジメニューなんですけど、はい、チャレンジメニューというのが、はい、大食いで有名なインテリフードファイターのしのけんさんが考案したチャレンジメニューが今現在花の舞さんでやってる。え、これってマジ？マジです。本当に？え、花の舞さんでしのけんさんのチャレンジメニューやってんの？すごっ。内容なんすか？量からやってしまうと、はい、一番下が3キロチャレンジ。3キロチャレンジ、結構ガチですね。ドキュアチャレンジ、ドキュア、ガチですね。で、7キロチャレンジ、めちゃくちゃガチですね。この奇数、3種類があって、はい、で、まあ、内容なんですけど、はい、しのけんさんとチミニさんがもう半年ぐらいかけて、はい、もう作り抜いた、はい、しのけんの黒馬カレーっていう特別なカレーがあるのと、はい、そこに2年連続で金賞を取られた唐揚げがあるんですよ。おお、その唐揚げが乗ってる唐揚げカレーのメニューがチャレンジメニューの内容となります。え、それって制限時間もあるんですか。いや、もちろんです、もちろんです。お、どんな感じですか。3キロコースが制限時間30分、うん、30分。5キロコースが40分、40分。7キロコースが50分。おお、あ、まあ、じゃあそれっぽい設定ではありますね。これも全部しのけんさん考えたんで。おお、なるほどなるほど、はいはいはい。でも成功すると、はい、しのけんさんの、うん、これ食べてから食べた時しかもらえない限定ステッカーでもらえると、チミニさんからお食事、そっちの皆さんで使えるお食事券がもらえる。おー、何ですか、何ですか、何ですか。で、あとは今日、3、5ならどれいいですか。もうもちろんラッキーセブンでしょ。ラッキーセブン、ラッキーセブンしかないですよ、そんなのは。ラッキーセブン、はい。僕5キロいたってしょうがないでしょ。ラックスにふざけなきゃなるでしょ、そりゃ。なら行きますよ。で、僕もね、はい、せっかくなんで、今日3キロ挑戦しようと思ってたんですよ。ここ、なんでやる気じゃないですか。やる気満々なんですよ。あ、いいっすね。で、やる気満々で来たんですけど、はい、なんとですね、はいはい、ケンスケが、はい、やりたい。何やりたい。3キロやらさせていただきたいな。挑戦したい言うんです。ほう、え、それは何、一緒にチャレンジしたいと思う。そうです、その、まあ、せっかくなんで共闘っていうイメージで、僕らこのサムライティングで合計10キロを食べたいなと思ってて、やっぱその10キロっていう響きじゃないですか、うん、もう確かに、はい、で僕3キロちょっと今だったらちょっと頑張れんじゃないかなと思うので、無理はないから、無理しない方がいいぞ、はい、3キロって結構マジだぞ、はい、2人でやった方がいいんじゃないの。いや、ちょっとチャレンジメニュー2人でやって成功してて何が欲しいんだって話になる。まあしょっぱいじゃないですか。しょっぱいですよね。いや、忘れてた、確かにサムライティングらしくないです、はい、確かにそりゃそうだわ。失敗しちゃっていいんですよ、もう一回挑戦すればいいんだから。そうですね。え、それ今流行るパワハラってやつ。そうですか。ないよ、ちょっと訂正しなさい。マジでやんの。はい、あ、じゃあちょっとなんか自分を超えたいじゃないけど、可能性を確かめたいみたいな。はい、うわすげえ。じゃあもし仮にだけども、まあね、負けること考える人いないですけど、やる前からもし仮に失敗しちゃった場合は、その失敗しちゃった分はちゃんとお金くんですよ。それ食べ物は無駄にしていませんから。ああ、大丈夫ですかね、大丈夫ですね。じゃあ保険はあるってことですね。はい、オッケーです。保険はあるか、もしくは普通に持ち帰るっていうか。そうです。テイクアウト。全然僕は大丈夫です。はい、じゃあそれでやりますか。はい。で、京都10キロ。はい。いい花の前。しのけんの何、プリキュアカレーだっけ。いや、違う。しのけんの違うカレーですね。バケバケ。すいません。やってみましょうか、じゃあ。はい。いいですよ、行きましょう。行きましょうか。オッケー、スタートどうする、ケンスケ、自分で押す。はい、押します。
じゃあ、では5秒前からカウントダウンお願いしてもいいですか、はい、5、4、3、いただきます、2、1、スタート。しゃー、チームニューエラーズ。ちょっとニューエラーズか。あら。今夜ね、お食事はちょっと帽子あれなんですけども、今日は2人とも気合い入れるという意味でね、このこのシルベスタスタローの映画のやつやりますから。これでうまっ。ボコン。あ、うまい。うん。何も頼むのこれ。うまい、おいしい。この唐揚げって普通に食べれるんですか、メニューで。食べれます。食べれるんですか。うわ、すげえ。花の前さんですか。はい。すごい。あ、すごい。知らなかった。マジですげえうまいよ。めっちゃサクサクですね。あの唐揚げグランプリで取った金賞でしたね。金賞、はい、トップじゃないですか。あのグランプリだと思います。あ、なんでお肉こんなプリプリなんですか。すごい柔らかいですね。秘伝のタレです。タレが、へー、おいしい。中カリカリ、ちょっと中プリプリ、はい、ね、すごいですね、これ。伸びの使い方間違えてるな、お前。すごいですね。でってプリプリって言うと思ったんですけど、鈴木さん言ったなと思って。衣薄いっすよね。めっちゃ薄いですね、うん、食べやすくて、あの結構クリスピーな食感なんだよね。カリカリっていう、ここがまたいいですね。これお肉全部丸めてらっしゃるんですか。そうです、あのガンガン入れるだけで手で最後に丸めて、へえ、なんかあの見て感じが丸くなってる。確かに、はい、おにぎりみたいな高級ってやって、あ、そうです、こういう形でサイズ変わる。これ分かるかな、肉汁すごいね、ほら、すごい。ちゃんとあの大分の発祥の地の中津のところまで、あのもちろん開発に行って一緒に行きましたけど、開発して唐揚げってやっぱ中津が有名なので。そうですよね、有名ですよね、はいはい、中津のね。東京でもあるんですか、森山さんとか、うん、その辺もやっぱりいっぱいのことを全部研究して、それでやりました。ということで、侍もさ、研究しなきゃダメなんだよ。あの、チムギンさんみたく研究して、研究してこの激うまができたの。侍も研究して、研究していこうな。何をですか。何を、それをこれから考えるから始めよう。、うん、そういうことだ。ちなみになんですけど、この篠瀬のドローマ唐揚げカレーが実はですね、今チャレンジメニューでデカ盛り食べてますけど、一人前のものが存在するんですよ。マジで。もともとが、はい、一人前のこのカレーが販売されていて、うん、全チムニーグループさんも花の前さんも全国で一応食べれるんです、うん、で、まあ、全国とは言ってもですけど、まあ、その主要都市のところにいくつかあるので、あの詳しくはあのここにテロップでピーッと出すんで、そこを見ていただければと思うんですけど、これ絶対皆さん召し上がった方がいいと思う、本当にガチでうまいやつ、うん、サムライティング太鼓判ブン。伝わります。伝わります。序盤だからこそカットできるっすね。後半はカットしたくないですけど、これ味付けもそうだけど、鶏肉のさ、旨味が生きてる、生きてますね、うん、それでかいと思う、素材の味が。開催期間なんですけど、一応10月の2日から10月の31日っていう2ヶ月間の限定にはなる。これもう好評だったら絶対伸びると思ってるんですよ、僕は、うん、なんで皆さんぜひあのシノケンカレーを食べに行ってください。伸びるんじゃないのこれ、だってうまいもん、うん、ちなみになんならお土産で買いたいぐらいだろ、これお土産で買いたいんですか。子供たちに食べさせたい。いいことしました。めちゃめちゃ味がきつくないから子供でも食べれるよ、これ。お子さんでも食べれそうな、うん、そうなんです。実はですね、こちらの商品なんですけど、全国のチームに、なんかさ、今日ジャパネット高田っぽくね。わかりました。いや、今言ってるんですから。え、今説明しようとしてたんですか。なんかこいつジャパネット高田っぽくねってよ。ノーなんですみたいな。カメラ映ってないけどさ、だって今うまく振ってくれたんでしょ。え、子供のくだりでうまく振ってくれたんでしょ。そうよ。どうもありがとうございます。どうせここ切るんだろう。え、で、なんですか。そうなんです、シノケンのドローマから言うカレー、うん、あの、まあ、食べに行けない方もいらっしゃると思うので、うん、なんとですね、全国配送があるんですよ、 EC サイトでご購入いただくと、うん、
全国に配送され冷凍です。お家でないレンチン揚げてもレンチンです。もう簡単じゃん。それ1人前から頼めるんですか？1人前からです。おお、すげえ。1食セットと3食セットがあるんで、うん、家族入れる方はもう3食セットでもいいですし、これ EC サイトのカレーなんですけど、なんとノベルティでシノケンステッカーがついてくるんですよ。マジ？あ、びっくりマンシールのみたいな、キラキラ、はい、キラキラのシールがついてきて、全部で8種類です。はい、8種類あるんですけど、いくらプラスでついてくるの？いや、もうあれです、注文して、料金入ってんの？ランダムに入ってます。もうすげえ、すごいですね。だってあれ種類なんかいっぱいあるんでしょ？8種類。へぇ、1種類だけスーパーレアがあるんですけど、まあどれが入ってるかわかんないんで、スーパーレア、スーパーレアってスーパーレアがあるんですよ。なんかそれっぽいじゃん。それっぽいんですよがもうほんと届くんですよ。そんなこと言ったら全部欲しくなるでしょ、普通。そうなんですよ、よく好きだし、しのけんさん。なんで、あの家帰ったら3セット買ってください。どうぞ3セット買うと全部ね、はい、一応、はい、そうなの？9なんで、1食につき1枚つきます。なるほど。3食で3枚なんで、給食にも買っていただくと9枚なんで、ひょっとしたらスーパーしのけんが2枚入るかもしれないです。あー、なるほど。なんかうまいなぁ。べしゃりがもうなんか今ねポチだよね、これ社長ってポチでしょ。そのパターンだよ、これ。で、まあ、この染色なんですけど、今ノベルティついてたじゃないですか。はい。には飽き足らず、なんとこの5染色の中でランダムになるんですけど、50人の方にシノケンと会える会っていうチケットが投稿されてて、開けた時にチケットが入ってると、シノケン君と直接会って一緒にカレー食べて写真撮ったりするイベントに招待されてる。何それ、すごいね。マジで会えるってこと？マジで会えます。え、これです。嘘でしょ？いや、本当です。本当に？作りました。やばっ、これファンの方めちゃめちゃあれじゃん。嬉しいですよね、うん、もちろん入場料とか料金とかを一切も全部無料です。すごいな、すごいですね。うん、が今回のシノケンのトラウマ唐揚げカレーの前方です。純粋に嬉しいよね、うん、と話しながらもチャレンジの状況はどうですかね、うん、じゃあ残り21分、うん、どう今お腹の調子は？ちょっとずつ来てますね。ちょっとずつ、うん、でも唐揚げが残り何個？3ですかね。これでも成功法でいくと、先にやっぱり唐揚げを食べてから最後米とライスになるだろうから、うん、ケンス幸せだよ。あの日本一の成功法を持ってる男が君の今右にいます。なるほど。君は今それただで見れてます。はい、授業料5000円ください。これが研究ですね。どうせカットするんだろう。だって7キロを目の前にして制限時間があっても、まだ余裕しゃくしゃくとゆっくり唐揚げを食してるから35個っすよね。35個、すごい。焦っちゃダメ、マジで。揚げ物焦るとマジ終わる。これでも意外と50分経ったら唐揚げしかない。全然食べれなくて。唐揚げ多いよ、これ。めっちゃ多い。もう多分人生で1回の食事で唐揚げ15点食べたことないと思う。普通そうだよ、さすがに。あ、カレーうまい。あ、ディップしちゃいました。食べやすい感じですね。なんか懐かしさを感じる味。うわ、めっちゃ好きな味だ、俺これ。これお子様完全にいけるパターンですね。あ、これは多分ファン多くなるわ、あのカレーの。牛乳も使ったんですね。で、クリーミーなんだろうね。うーん、そうか、しのけんさんカレー出すまでになっちゃったか。でも本当カレー作ると彼夢だったらしいんですよ。まあ、なるほど、うん、本当夢叶ったっていう感じで。そうすると、お客さんに4×7 こういう時何が大事か知ってる？だからきつくなり始めた。多分ね、ケンスケ今一番辛いんだよ。食べても減らないと思ってるでしょ。そうですね、ちょっとあの崩して見た目変わってちょっとだけあの気持ち取り直したからっていう。でもね、もう単純、本当ただ食べるだけ、うん、
本当に食べてれば減るから絶対、うん、確かに。あとね、開ける時間あんま作んない方がいい、こうやって。あ、まあ休憩長くするともう胃が縮んでくる、絶対。メンタルだから、メンタル。もう何年ですか、サムライティングやり始めたケンスケ君は。僕3年ですか、うん、ケンも3年経った。そんななる、多分。じゃあ鈴木さんと4年やってるってこと。うん、うん、一番最初のサムライティング動画って同じこと俺思ったよ。中村橋のお寿司屋さんで撮ったんですよね。なんか着物着てマグロ1匹食うみたいな企画やって、1本目の動画で全然食えなくて失敗したマグロ1本って無理だわ。ほんときつかった、生ものが。それが1本目っすね。ちゃんと撮ったやつだね。でもそうっすね、いや4年経ってますわ。数々のチャレンジメニューやってますからね、このチャンネルでは。で、いつだったら電話があってきましたね。おぉ、なんて？いや、わかんないです、出てないんだよ。じゃよ、出ますね。もしもし。あ、今か。あ、お疲れ。今さ、サムライティングの撮影中でさ、来いよっつって。あ、お、じゃあ音声使っていい？スピーカーにして。まあ、お疲れ様です。あ、本当にスピーカーにしてるの？あ、今そう、カメラの横のマイクのところにスマホ置いてるよ。お疲れ。これ大沢くん、ミニゴリちゃんめっちゃ使いづらくない？いや全然問題ないっすよ。問題あれ。今どこいんの？今あれですか、池袋にいます。俺ら池袋の西口いるぜ今。うっそ、早く来てよ。え、マジで行ってます？うん、西口の公園前の花の前さんにいるから来てよ。あ、めっちゃすぐ来てね。本当に、うん、来て、うん、待ってる、バイバイ。マジで待ってる。うん、おーい、めちゃめちゃスペシャルな回になったもんね。そうですね。けどどうだ、なんかいけそうな気持ちで進むんですけど、無理そうな気持ちで、なんかいけそうな気持ちで進むんですけど、だいぶサンナちゃん、いける。おからあげてるから、はい。いや、お前これ一旦一皮むけるよ。何貸したい、よく2と3って壁あるって言うじゃないですか。うん、その壁を越えてみたい感はありますね。まあノックしてるよ、もう。頑張るよ、ケン。はい。今年1位、今俺応援してるよ。いや、でも、前回、ツアー行ったじゃないですか、3軒はしごする撮影の。うん、あの時、ほんと普通に食べたなと思いますけど、2軒目で、ケンスケのガッツで食べてた、あのすり鉢。うん、あれ、ほんとすごく頑張ってましたよね。あれすごかったよ。編集してびっくりしたんですけど、1ミリも映ってなかったです。そうなの。何食べたの、すり鉢。一緒に食べてたじゃん。二郎系のすり鉢、カトリオさんの。頑張ったね。あれ、あんだけ頑張ったのに一個も取れてなかったんですよ。あれはいつ上がるの？え、とっくに上がってるけど。とっくに疲れよ。そうそうそう、やっぱマジでチャレンジしてるけど、他の順調できてるってことだ。なるほど。これ以外の目に入ってない。絶対この時計おかしいです。時計がおかしい。いや、いつもより早く感じますもん。もうよ、すごいですね。毎回そうだよ。いつも後ろ側で見てるんで、実際にこうやってると乗り早く感じますね。でも2から3の壁は確実に今ノックしてるし、なんなら扉が開き始めてると思うよ。うん、自分との戦いだから。いや、もしここで諦めて失敗したら今まで頑張ったの全部無駄になると思ってる。確かに。でも結構みんな思ってるらしい、それは。でもちょっとマジモードいくね。わかりました。ここからマジです。お水もう一杯もらっていいですか、ジョッキーを。新しいのに取ります。はい。はい。ディレクター遅いよ、現場入んの。あ、ディレクター来てしまいました。ディレクター、今状況で言うと、はい、3キロと7キロ挑戦してて、健介の残り時間が残り5分ぐらいかな。で、鈴木さんの残り時間が残り24分ぐらいで、うん、結構佳境を迎えてるっていうこの状況でカメラ渡すわ、はい、よろしく。なるほど、俺登場して3秒でカメラ持ってた。
いや、県勢3キロここまで行ってるんですよ、僕なんて全然すごい。え、あれはね、あの知らん間に黒になったなんか、いけるかなと思ったんですけど、もうまだ壁がちょっとある気がします。マインドは素人なんですね。いや、諦めたらダメだよ。で、鈴木さんが今何キロ食ってて、7キロで、もともとこれ唐揚げカレーで上に唐揚げがバーってあったんだけど、あ、めっちゃ美味しいですね。諦めんなよ。いや、だから大食いの人ってほんと最後までね、2個取って出して食べて、すごいよね。すごい、年見てみ、めちゃめちゃいい子で食べてるぜ。さっきまでめちゃしんどそうやった。クリキュアカレー。ちげえよ。違う全然違う。でもシノケンイコールプリキュアになっちゃうんですよね、最初ね。これは失敗です。はい、でもチャレンジ自体は失敗で、続ける、できるところまでは続けます。おお、いけいけ、ゴー、いけるよ、諦めなければ。これアイク会系の部活の合宿の朝みたいですね。とにかく朝で。今のモチベに繋がるかどうか定かじゃないですけど、これ後で動画見ていただければわかるんですが、まあ、こんな感じで有料宿で撮影してると、後ろの窓からまあまあな人たちがちらちらと見てくるんです。今はあるんですけど、結構綺麗な女性の方とかも見てらっしゃるんで。このタイミングで見んじゃねえ。激すぎるやろ。マックスさん、あの日のチャレンジ、もう10分中残ってますけど、もうそろそろゴールが見えてきそうな感じで、お、すごいね。諦めかけてから今背面がこれだけしんどいかっていうのはすごくある。あ、残ったお米粒を集めて、残り時間は7分半ではありますが、口に残っているものを咀嚼して演技すれば、うん、はいはい、食っていい、はい、時間までいいんですか、ケースを頑張れば修正食ってよ。どこまでいけるか分かんない。マジで、え、松崎さん完食したのにまだ行くの。いや、もうこれまで時間があるのまま、うわ、限界チャレンジじゃん。頑張ってね、頑張れるんだったら、一緒に10キロを。はい、わ、これいけたらめちゃくちゃ熱くぞ。お、お、来た、えーらー、絶対しんどいやろうに。残り3分、はい、残り3分、はい、マジか。おい、社会なめんじゃねえぞ。お、鈴木さんが唐揚げに手をかけて、まず食べやすいようにカットして、で、大きい方とちっちゃい方に意図せず分かれた状態で、まずかき集めた。これで今ほぼ、お、ご飯がなくなっていくっすね。ただ時間がですね、残り1分をちょうど切りました。残り1分を切りました。時間は余裕がないです。切ったりとか唐揚げ半分に切ってくれ、どうぞ。いく、えらいね。残り45秒、鈴木さんも唐揚げをいって、あとは口の中に入ってるものがなくなればチャレンジ達成。残り30秒です。
と口の中に入っているものを完食すれば残り20秒残り15秒時間ないぞ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あーイエーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果の方がですね、はい、鈴木さんが7キロ50分を見事クリア。はい、残り何分ぐらい残ってましたっけ。大体、まあでも7分ぐらい残られてクリアで、で僕がちょっと3キロ30分は失敗というところで、最後鈴木さんを手伝っていただいて、まあ、その50分の中で10キロっていうのは僕がギリ飲めなくて失敗だったんですけど、一応サムライティング2人、今回は2人で2人10キロっていうことのは達成できたかなといったところで、うん、ございました。どうだった。いや、彼なら3キロいけるかなってちょっと思ってた僕がいたんですけど、やっぱり3キロの壁は熱いなって感じました、ね。でもすごいカレーも美味しくて、唐揚げも美味しくて、だからこそここまで食べれたのかなといったところです。今年一のベストコメントだったよ。でもリアルな、もう100点100点だった。素晴らしい。なんか思うんだけど、はい、なんかその面白さって、俺が思う面白さって、そのじゃあ10キロ食べたから食べれる人食べたから面白いかってそうじゃなくて、その量関係なくさ、そのやることに対してどれだけその人が真剣に向き合ってるかと思ってるの俺は。だからどれだけそのチャレンジすることに対して真正面から向き合ってるかっていうのは俺の中で楽しむポイントなんだけど、健介めっちゃ頑張ってたじゃん。俺個人的に横で見させてもらっててめっちゃ楽しかったよ。めっちゃ楽しかったし頑張れって思ったし、なんか結果さクリアできなかったけど、なんか俺はクリア以上のものをケースかなんか手に入れたような気がした、勝手に。はい、え、これサムライティングなの。チャンネル違った。チャンネル違ったかもしれない。なんかあの情熱大陸とかもしれない。ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、はい。でもね、ケースがいたおかげで俺多分これクリアできたと思う。だってこうやって用意してくれてさ、変なことできねえなって正直あったし、はい、なんかね、俺正直こっち終わって終わろうと思ってたんだけど、なんかね、食べたくなってさ、途中から。終わります。僕からは以上でございます。ステッカー選んでもらいましょうか。おぉ、はい、マジっすか。はい、すいません。何が出るかは何が出るかは分かんないんですけど、あの8種類になりますので。なるほど、8種類番号8番までから1つ選ぶ。そうですね、まだあの成功者が出てないので。なるほど、ここの手からタイミングになります。全部最後エンタメなんや。じゃあシノケンのカレーってことで読んでいきたいと思います。シノケンの読んで、はい、どうすこい。じゃあ開けます。はい、スーパーレア引いたらすごいな。うん、すごいですね。え、スーパーレアどんなやつなんですか。いや、わかる、もうこれがスーパーレアだなってわかります。わかる。あ、一発で終わる。なるほど。待って、お、待って、ワンチャンある。一人待って、ちょっと寄ってもらって、カメラに通してもらう。私が選んだ4の中身はこちら。すげー、スーパーシノケン。え、これスーパーっすか。おえー、やったー。で、ということでね、はい、はい、シノケンさんのシノケン君カレーのいろんな情報を伝えさせていただいたんですけど、概要欄の方にあのリンク貼っとくので、皆さんあの概要欄の方からぜひチェックしてみてください。これ本当に美味しいから、絶対食べたら美味しい。交通とかのもろもろの事情食べられない方はね、通販もやってるっていうことなんで、皆さんもぜひ試してください。これ本当に美味しいですから。カレーも唐揚げも両方美味しい。お子様もしっかり食べれるぐらい優しいやつですね。はい、うん、美味しかった。じゃあ最後締めて。また見てね、バイバーイ。お前クビだ。